資料の発見や研究が進み、今までの通説がひっくり返ることは、歴史学ではよくあることですよね。今回、最初に紹介するスレは、定説と新説で印象が大きく変わる戦国武将です。ぜひ最後までご覧ください。松平信康。定説、織田信長の命で自害させられました。新説、父家康と対立して自害させられました。今川氏真。定説、蹴鞠や若に傾倒し、無為の日々を送ったせいで滅びました。新説、家臣の謀反が相次ぎ、賢明の努力虚しく滅んでしまいました。他にもおるんかな。斎藤道さんとか。二大説やけ。氏真はほんまかわいそう。桶狭間後の今川家年表。1560年、今川義元らが織田軍の攻撃を受け討ち死に。桶狭間の戦い。今川氏真、三河の意地よりも上杉謙信に攻められた北条氏康の救援小田原城の戦いを優先。1561年、徳川家康が今川家から離反し、今川方の牛久保城を攻撃。1562年、徳川家康が織田信長と同盟を結び、正式に今川家と断交。清洲同盟。三河の国衆が次々と徳川家に属す中、今川方に残った鵜殿長照が徳川軍の攻撃を受け討ち死に。小野道義の残言により稲尾近が朝比奈康友らの襲撃を受け殺害される。遠州作乱の始まり。1563年、東東に各地の国衆が同時多発的に今川家から離反。遠州作乱本格化。1564年、長らく今川方であった三河の奥平定義が離反。1565年、今川氏真、伊能貫達が再び徳川家に内応したことを受け、貫達を処刑する。遠州作乱終結。1566年、唯一三河国内で今川方に残留していた牧野成貞が徳川家に従属。徳川家康、三河全域を支配する。1567年、武田信玄の子、武田義信が謀反を起こそうとして失敗、幽閉敗着される。義信事件。義信の嫁だった今川義元の娘は今川家に返され、今川家と武田家の婚姻は破棄。1568年武田信玄が今川家への侵攻を開始。1569年徳川家康、今川家の最後の城掛川城を攻略。今川家、滅亡。どうすりゃいいんだ。穴の開いたバケツ。ドミノ現象。北条早雲の場合、北条早雲は伊勢氏の一族江戸時代。北条早雲はスローミンの成り上がり維新を。北条早雲は伊勢氏出身の長名門平成。北条早雲は伊勢氏の一族令和。ちょっと考えただけでも正体不明のスローミンの姉が名門今川氏の正室になってて、早雲40歳で宇治地下生まれてるとか無理ありすぎるんだよな。まあ、だからといって早雲が超エリートかといえば別にそうでもないからな。これは今川が公説言われほど名門ではないというのにも連動するけど、そりゃ陪審や地侍よりはマシだろうけど、室町幕府内では下から数えた方が早い価格の人間が大した縁故もない関東に打って出て一勢力を築くんだから十分成り上がりよ。スローミンってわけじゃないけど、かといって超エリートってわけでもない男が縁のない土地において実力で這い上がったのが北条早雲。織田信長も昔は彼尽きてレツワンマン社長で天皇宗教難のその革新的な革命児だったのにな。今じゃ身内に甘ちょろ気配り下戸、天皇大好き宗教も保護しちゃう保守の人みたいになってきてる。戦国時代の大多数の大名との比較なら前者のイメージの方が正しくね。思ったほどキテレツでも革命児でもないだけで、割とキテレツで革命児だよね。旧説無能、新説、実は有能やった。旧説クソ野郎、新説、実はええやつやった。こんなんばっかじゃね。逆パターンってあるんか。確かに逆パターンは少ないわね。直江兼続。直江兼続はなんか知らんが有能っぽそうな扱いだったけど、やったことといえば、米泥棒、一騎先導、2万で5千2個転搬、その際に領民襲いまくり、負けたのに腹も切れない、だからなぁ、大河ドラマの主役になったから楽に悪い面にも目を向けられるようになったのが皮肉というか、年貢泥棒とかは本当にあったことなのかまだ議論があるんよ。長谷道場の戦いも義満の御詰め待ちしてたら西軍敗退の連絡が来て引き返したとかいう解釈もあるし、まあ完全無欠の有能ではないだろうけど、関ヶ原敗退直後に徳川家家臣の本田家から養子もらうくらいには世渡りがうまい。当時兼続が天保に当たって米大豆を会津に運搬するか売却せよって命令書が残ってるらしいから、割と越後物語は正しいんじゃない。あれ二次資料なのかな。米沢の町づくり見たら腹切られたら藩が困っただろうな。足利義明がどの大河ドラマでも暗愚に書かれててむせびなく。足利義輝と書かれ方対照的よな。生き延びた足利義明の方が有能やと思うわ。本当にかわいそうなのは大河ドラマにほとんど出ない有力大名。松永久秀。定説、式
けを乗っ取って裏切りを繰り返した悪役非道の恐竜です。新説、三好長慶に忠義を尽くしていた忠臣です。結構印象違う。ボンバーマンです。それ創作や。大友義宗。定説、キリスト教狂いの親父の尻拭いを押し付けられました。新説、耳川の戦いも神社仏閣の破壊も積極的に主導してました。義宗くんはもともと定説自体がお気に入りで家臣にキレられて逃げられたりとかでどうしようもない扱いだし、足利義輝。旧説、剣豪将軍、床に名刀を差し並べて獅子奮陣の末撃たれる。新説、よくわからんうちになぜか死んでた。勝頼くんはどう？下手したら生まれた時点で積んでた可能性。昨今では有能評価よな。実は勝頼も鉄砲用意してたけど弾薬の質で負けてて勝てなかった説とかある。今までが講談とか100年後の資料を鵜呑みにしてて一時資料漁ったら全然違った。とりあえず逆張りや関係ないとされた人物を絡めて話題作りのみパターンあるから難しい。同時代資料がないと否定しきれないし、ソースが門外漢の新書のネット情報かもしれない。鎌倉武士団コピペとか。ハエ、これが新説って思ってたら割と早いうちに反証出てきて旧説になったもんな。鎌倉武士っつうか原稿は古典的な神風説、神風説が否定されてきた頃にモンゴルの負け失敗を認めたくない派が新しい元軍敗北の言い訳として出してきた威力偵察説や機敏説、戦後の日本下げがひどすぎた反動で2010年代以降爆発的に普及した日本軍を異常にバーサーカー視したり現代中国朝鮮への反発と絡めて実態以上に元軍を無能視する説と、左右問わず政治中がすぐ絡んでくるせいでいつの時代もとんでも説が通説化するんだよな。あのコピペ見て、鎌倉武士は蛮族、最強、キャッキャってはしゃぐ人いるけど、あれは外国の鎌倉武士への恐れとかよりもシンプルにドン引き侮蔑されてるだけなんよな。あれは蒙古とかいう日本人が野蛮人と思ってる連中にすら、日本人は仁義や礼節を知らない未開の民、やっと遠いは頭おかしいわって思われてるの俺たちは最強で、21世紀になってから無邪気に喜んでるグロいギャグなんやで。あのコピペは内容もデマばっかだけど、それ以上に最新の研究と称して実在の書籍をソースとして挙げておきながらその書籍に一切書かれていない作り話というのが大問題でめっちゃ叩かれた。新説とか旧説とか以前の問題、新聞テレビネットは愚か論文や一時資料でさえ無条件に信憑性があるとは限らないってのが歴史学の難しいところやなと思う。今新説とされてる評価も遠からず覆るかもしれんのよな。説ってコロコロ変わるよね。やたら無能と言われた人物があまりに無能扱いされてかわいそうということで有能だと言われて、その有能評価も落ち着いて考えてみれば用語が行き過ぎだと言われ、最終的にはかつて言われるほどの無能じゃないけど別に有能でもないというところに落ち着くのがよくあるパターン。あーだこうだ言いつつ収まりの良いとこに落ち着いていくのが学問だわな。今川義元は実は有能な武将でした。これ武将と言われた武将の再評価って最近流行ってるんか。武将って言われたことあるんか。昔は武将の代名詞みたいな扱いやろ。桶狭間で油断して死にましたみたいな。その後の息子も自滅とごっちゃにされてたねんな。大元帥裁の功績が大きかったのは否定できない。残忍な陰謀家だろ。兄弟は少なくとも一人以上は殺してる。多分他の兄弟も鳴海城の城主も呼び出されて陰謀で殺された。くげかぐれでおしろいをして馬にも乗れません。内政を顧みず毎日けまりや歌で遊んでいました。そして桶狭間で余裕かまして油断して死にました。これが昔ながらの今川義元やぞ。信長の動きをメインで語るとそうなっちゃうんよね。実際はもっと前から活躍してた人なのに。プラスで歴史の流れが信長でできてるのも大きい。最初のラスボスとかいうどうあがいても雑魚にしかならないポジションだから評価を上げられない。天下取った家康が今川を裏切ってるから持ち上げられなかったんだろうな。統治能力と戦闘能力は全く別のスキル。足利の血も執権北条の血も引いてる今川家は名門。なお息子の氏真、親の仇の信長とも裏切り者の家康とも良好な関係を築く模様。嫁とも仲良し。みんなと仲がええって素敵やん。むしろ無能要素全くゼロなのに最後のイメージだけで武将扱いされてる珍しいパターンやないか。桶狭間後の今川家という無理ゲー、上杉謙信の小田原侵攻と家康をはじめとする家臣の反乱を両方抑えられる気がせえへん。結果が全てやからな。負けて死んだらそれが評価の全てや。でも織田信長は評価高いじゃん。三奪者がいたからな。歴史の流れの中では実質後継者が天下取ったやろ。この理論ありなら今川義元だって徳川家康に駿河三奪されたんだから持ち上げられてていいはずやろ。氏真ごとやられてたら家康って秀吉ポジションだし。今川家が長篠みたいなのなしでじわじわ滅んだせいもありそう。
いや言うてみれば桶狭間が流しのか。公家よりの武将ってイメージは今後も変えられんのちゃうかな。実際公家文化に傾倒してはいたんやろ。してはいたはず。今川だと実力があるなら名家ですって箔をつけた方が間違いなく周りに与える影響は大きいだろうし、当時にしてはかなりの文化人だったのは間違いない。となると公家文化に精通していたし公家よりになるのも自然なことやで。有能でないとあんな大きな国できへんやろ。兄弟喧嘩の時に大元節斎が味方してくれたのが非常に大きかったわね。信長の野望最新作の義元は公家好みとかいうチート能力持ちで最強格になってるで。つまり流行りの最強かなんやね。昔から結構スペックは高かったけれど、大元節斎がいなくなって数年で桶狭間ってのも今川義元の無能感に拍車かけてる。これじゃ節斎がいなきゃ義元何もできないみたいな状況だもん。周囲は信玄に氏康やぞ。そもそも有能じゃないならとっとと駿河占領されてるわ。救いようのない無能なんてそうそうおらんやろ。まして戦国武将に。一条兼定せやせや。大友義宗は未だに擁護できない。一条兼定は豊後に逃げた後も兵をかき集められるっていう人望でかろうじて擁護できるんだけど。今は一周回って信虎勝より有能、信玄無能って風潮すらあるな。そもそも海が立地的にハードゲーすぎるねん。結果的に多方面に敵作りまくってたとはいえ仕方ない部分も多い。海に面してないって、なんだかんだハードやわ。信虎と勝頼は頭バーサーカーすぎて統治下手くそだから信玄がいた頃が唯一の平穏って感じだからな。信虎は当時飢饉がひどかったのに何も対策できなかったせいで疫病神扱いで追い出されたんじゃないかって最近では分析されてるし、そもそも甲斐の国民は例の寄生虫当時は謎の腹膨れ病のせいで住民は常に心の拠り所欲しがってたから仏教に力入れて住民のこと考えてるやつが人気出て当然といえば当然。氏真も一昔前は国滅ぼしたボンボン扱いだったのにな。ガチで無能はな誰だろ。誰か大友義宗さんのフォロー。その人は擁護してる人見かけないな。朝倉義景とかマジでいい話を聞かない。一応一条谷の発展に貢献したから。上杉景勝ってもっと評価されてもええと思うわ。なんだかんだ上杉家守りきったんやし、謙信みたいな天才やないとしても秀才。どころか後の謙信の堅物なイメージってどっちかというと景勝感あるのよな。有能にも無能な面はあるし楽もしかりってことやな。歴史悪評武将、研究進めば別の顔、大友宗麟最上義明大内義興。最上はそんな低評価じゃないだろ。内政はかなり評価高いが、終わり方があれじゃしゃあない。最上義明は部下にも農民にも節度を持って治めてた名将。最上義明の悪評は大体昔やってた伊達政宗のドラマのせい。むしろ伊達政宗の方が農民を腹いせで切り捨てたりしてた武将。戦国時代を生き残る武将に善人がいるわけがないだろう。領民に優しいのはまあ名君と見ていいだろう。NHK 大河伊達政宗のせいというかうまく演じすぎた原田義雄のせいだな。見事に憎ったらしいネクラ親父だったわ。悪評も有名人じゃなきゃ残らないからな。飛騨姉の工事家とか弱小すぎて何も残ってない。後付けの解釈だからだろう。織田、豊臣、徳川の勝手な評価。戦国時代を終わらせて平和を作ったとか鎖国して平和な世にした的な解釈もそうだと思う。いくらでも他の道筋があったはずだ。今川義元も研究が進んだのか最近は名将扱いになったね。もともと街道一の弓取りって言われてたやつだからな。本当は強いのに、最後がアレナばっかりにすっかりマロキャラだよ。宗麟はともかく義明、義興は名将じゃないか。最上は伊達から見たら悪だけど、娘思いのいい父ちゃんじゃん。結局信長の野望のパラメータ次第で名将具将が決まる。最上義明は酒様の異名がある行将。浮田直江の悪評はどうやっても覆らない。浮田直江は家臣団には気を使っていて悪い殿様でもないのに敵とみなすと当時の道義に反して暗殺しまくるから。一条兼定も再評価されそうですかね。松永久秀はヒストリアかなんかで悪評は全部嘘、実は中心って見たぞ。歴史ブームで新説本だらけ。今まで知れ渡ってきた歴史は何だったのかと問いたい。司馬遼太郎クラスの人が好意的に書くだけで評価なんかガラッと変わるのだろうね。全員、政治家というか内政だけなら一流ってかなり前からわかってるのに何を今さら。宗麟は耳皮でやらかしてるし、最上は謀殺が多いけどこの時代を家を潰す方がはるかに悪事だし。大内は、まあ。大内義高、一度の敗戦でやる気なくしちゃった人。大友、宗教のめり込んで現実逃避しちゃった人。三好長宗我部、息子なくしてやる気なくしちゃった人。こういうやる気なくしちゃう系は評価したらあかんと思うわ。長宗我部さんとこの信近くんは出来が良すぎたもんな。四国出身の同僚が、信やぼで戦国見かけたら速攻殺す。つってたわ。
汁かけご飯のせいでひどい言われようの北条氏政にも愛の手を。真田丸で高島弟がやったのかっこよかった。あれはよかったな。悪霊も人気のうちよ。真田正幸。徳川秀忠が真田はすごい武将って宣伝しているだけ。さすがにあの国力であそこまで領地維持したのはすごいと思うぞ。周り強すぎて無理ゲーじゃん。第二次上田城合戦で徳川秀忠に恥をかかせたから、徳川家光が真田を気に入ったという説もある。親子関係のあれで、どっちにしろ将軍家を苦しめたからすごかったと宣伝したのは確かかもね。大友宗麟、最上義明、大内義興、いずれももともと評価低くないだろ。宗麟はさすがに低いと思う。大友宗麟は大友氏支えてきた重臣が年老いて次々と亡くなってから暴走したな。前半は決して悪いと思わないけど晩年はひどいな。宗麟が家臣の嫁にちょっかい出してたとかいうのは本当なんか？宗麟や側近の記録は残ってないから信憑性に欠けるエピソード。そもそも宗麟の悪評は大友と敵対してたところの軍記物の無茶苦茶な記述が主な原因よ。改易後の大友家にそれを訂正する力がなかったからね。こういうのは地域でも評価が変わるよな。武将じゃないけど、後醍醐天皇なんか行動力のあるバカって認識だったけど奈良南部に行ったらやたら評価が高くて驚いたわ。さすがは南朝の地。武田勝頼さんなんかは一般的には悲運の名将みたいな感じだけど山梨県甲府市ではクソ味噌に叩かれまくってるようなもんだな。滅んだところが悪く言われるのはどうしようもない。名前が残っているだけマシ。武田勝頼を裏切った小山田信繁も、領民の田畑を戦場にして踏み荒らさないという領主としての領民への義理を果たしたと考えれば、無理か。まあ土壇場での裏切りはなぁ。真田が助かったのは地理的条件とある意味と様だったからかな。最上義明を調べてて豊臣秀吉が本当に嫌いになったよ。秀津軍とここ仕入れしようとして向かう途中とかなんだっけ？そのまま斬首。京に到着してすぐに連座師三条河原で斬首され遺体は畜生塚という看板を立てたゴミ捨て場に捨てられた。大内義興って評判悪いの？10年間の慣例代は賛否あるかもだけど不出来ではないと思うな。大内親子が和光を利用した外交で大陸から取り寄せた生成技術や絹織技術はその後の国を富ませた。国益の観点では不毛な争いばかりしていた戦国大名たちとは一線を画すこの時代最大級の功労者なんだよな。最上義明は、勢力拡大の過程で暗殺や謀殺の類を多用しているので、どうしてもダークなイメージがつきまとう。宗麟はたまに無茶な上げが見られるがキリスト教徒がやってることもあるのかね。大友宗麟に関しては海音寺長五郎が、英明俊敏果断な時期があったと思うと、途端に暗部暴落怠惰な時期がやってくる。この男はその繰り返しで本性がどこにあるのかよくわからん。困ったやつだ、みたいなことを言ってたな。宗麟は宗教にかぶれなきゃ、配下は優秀だったのにな。いかがでしたでしょうか？この動画の感想や気になる歴史があればコメント欄で教えてください。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。